聞いてんのか。おっ、なんで一人に落ちた。使いこなせるか、この俺。挑戦的なセリフだけど、スキル低かったら帰ってもすぐあんねんな。よし、これはオッケーかな。いや、まだわからない。なんかしたら可愛いかな。はやー。はやー。内容開発するめぼしいものがない。あらはやー。から、適当にボックスタンプランクファイブにしておこう。お、暖房洗車、席を負けた。もうこのレベルでさ、ふざけたら終わるよね。あ、いけるいける。やめろ、多分な。やめろ、やめろ。さあ、次は？ほう、ラブジー？ラブジーっぽいっすね、カスタム。よし、じゃあやっていきましょうかね。ラブジーカスタムは機銃だけだっけ？機銃だけだよ。それもそれで厄介だよね。機銃、そう、うん。おっと、威力高いと結構持ってかれるからね。下手にダウン取られるよりもダメージを持ってかれることがある。ダウンされた後もダメージ判定入るからね、あれ。これいけるはずだ、多分。まあ、農場じゃないから多少は動けるだろうし。あれだね、戦車が吹っ飛ばないのは。戦車じゃない、列車。そうだね。あとは、あ、ちょっと待っててね。あ、はい。実況とは何なのかという、このね、すみません、今ね、ゴミ箱を探していただいて、ゼフ君が。よっ、実況の時はね、いつも手元っていうか手の届く場所にゴミ箱置いてあるんだけど、邪魔なんでね、遠くの方に置いちゃってるんだよ。置けない、置けないで。どういう意味なんだ。今言ったけど、置けないで。もう少し。どういうことなんだ。どういうことでしょう。置けないでって日本語自体間違ってるよね。そしてラブジーカスタムに用がないと言わんばかりにカットしていく。2体に出てくる兵士がかっこいいといえばかっこいいような、かっこいいような、そうではないような、そうではないような。敵部隊を無力化してくれ。すっ、何もかんない。敵は気づいていない。さあ、騎士はどれくらい。よいしょ、こうだ。早いよ、マジかよ。まあ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 、早い。大事なのは今回の場合は奇襲じゃない。あ、いけ。あ、3体目が入らない。あ、いけいけ。あ、ごめん、もう一回やり直してくれる。倒した、やっちゃった。あら、これか。やっちゃったんだ。リスタリスタ、申し訳ない。いやいや、ぶっ放したら。3万物が違う。人に対して3万赤いやつ。あ。さあ、どのくらい奇襲で。すいません、すいません。1体まで100だな。ちょっと見ようかな。お、違うな、この向きじゃな。そうだった、プルトン。あ、ジュラルだ。そこと、そこだね。朝がいつ振り返るか、まあどうでもいいけど、振り返ってあげるか。あ、これ張り付き作戦大成功するかもしれないぞ。嘘でしょ。あ、てかそこからリスポンするのか。そうだよ。あ、楽。まさか。いや、でもまあ失敗したんだけど、まあ。バランスがすごい楽しみだね。よいしょ。そろそろ出てくる。
やばい、来たよ。これで10人もう奇襲できれば十分だよね。気のせい気のせい。おっと、これはと信じよう。ちなみに40人。こいつは気づいたか気づいてないかなんだよな。なんか気づいてるっぽい動き？あ、そうでもない。そんなことねえ。悲しみ。じゃあもう気づけ。チャキーン。救命ダンボール被って待ってます。素敵。それはいいこと。よし、じゃあ俺もこいつと後続になろう。援護を任せろ。援護を任せろ。そこは援護してどうする。後ろに。なお手法。どこで出てくるかわかんないんだよな。そうだね。あれこれはもしかしてステルスで終わる感じかな。可能性はゼロじゃない。でも完璧にダンボールにカムフルージュされてるから大丈夫なんだよ。そっちも大丈夫。まあバレたらバレた。これもう 1.3 倍速どころじゃないかもしれない。すげえ完全武装してきてこれだもん。あら、かぶっちゃってる。暇だから暇ないんだよ。暇な時は遊ぶしかないでしょ。いいぞ。お前ならやれる。ご苦労。煽る煽る。煽りよ。さすがだな。これは悲しいな。これはいや、これ以上魔導ベースに人を収容できない。人は減るまでいろいろ来すぎてさ、わけが分からない。大塚さんのボイス聞こえねえ。流れてこなかったね。いろろいろろいろろ。そうだ、待て、カワいい、撤退撤退中。なぜ勝手に動く。これがね、このスティッククオリティということで。頼んだ。頼んだ。了解がない。そろそろかな。ちょっと早かったかな。あ、いったらしい。大丈夫大丈夫。さて、あと20人半分なわけだが。一緒にやりますよ、白で。頑張れ、頑張れ。頼んだ、頼んだ。頼んだ、俺に任せ。了解。お、また綺麗に決まっていく。なんか俺の滑舌とかいろいろ悪すぎて、PSP の画面がすごいつばかった。ほら、ごめんね PSP。これがカスタムですか。これがカスタムの力です。いやー、カスタムゴールデン素晴らしいね。人数の積載量が多分増えた人が多分そこじゃ、そこマイナーチェンジじゃない、どっちかっていう。性能面での強化ないんですかって言われそうだよな。ほんとね。まあ実は攻撃感増してるんだけれど、
悲しいな。綺麗になくなっていくな。あと12、12、つまりあと1個必要か。いやー怖い。そうやって回ってるからスティック行かれちゃうんじゃない？まあその可能性は、まあすでにもう行かれないから今とあったら関係ない。ほのぼのピースセンチネル頼んだとは一体。頼んだ。ピース。おい、地球に来てよ。遊んでる場合じゃない。もうこの風景も見慣れたな。見慣れましたね。本当これなんだよ基本的に。もっと何か考えられなかったのかと思うところ。あれだな。これ一つのパートにできないな。おまけレベルかな。このパターンになりましたということだけ、うん、あとクリアしたことだけちゃんと。そうだね、まあ一応倍速ぐらいかな。 2.5 倍速、いやもう赤色の3倍、下手したら4倍速、下手したらさらに下手したら8倍速。俺たちがこんな無線で遊びつつさ、あやべ来たとかさ、誰得よ。そうね。腕を細くしないと。あ、これはまずいんじゃ。あ、バレた。遊びすぎた。わ、猫パンチだってしてるから。ダメージ与えなきゃしちゃうね。まあ、めんどくさいな。まあ、でも結構。あれ、なんか吹っ飛んだぞ。これがね、あと4人。ウルト、ああ、そうか、ウルト外しちゃったか。ああ、これはカットの道じゃなくなりましたね。バレてからカットやめるんじゃないですか。そうだ。あれ、あれどうなんだっけ。やっべ、自分で投げて回復したいのか、これは悪いだろ。あの人いつだったら増援出すの。キム。応援がいないということに気づいた。戦略何もないな、それ。あ、出しそう。あ、出てくる。だけど、フルトンバズーカ、ないです。どこだー。どう？今投げてここにあることを思いました。全部連れてった？あれ？あ、ない。あれ、ソルジャーの数4なんだけど。ここにいますね。一人まず回収。あれ？俺の画面と、一人持ってった記憶がある。あ、痛い。行くかな、二人と思ったら、いろいろしましたか。だこっちで回収しちゃうかな。あ、無理だ。射程距離は行っちゃう。射程圏内に入ったぞ。あ、なんだスタンドに地味に出すね。出すぐらい地味だな。いたたたた全滅。内容、全滅はしない。まだ部隊長が生き残ってるって。そうそうそう。向こう行った、向こう行った。これでひとまず水銀ガスを置いておく。で、これどこだ？側面か。側面。あれ。動くね、あいつ。そうだね、止まらないね。どこだ？当たられるみたい。あ、違う。止まってる。止まってる。削れるね。当たらねえ。あっちゃ、ちょっと遅すぎたか。おっと、あぶねえ。
お、いいね、いいね。あ、そのレビュー使って。あ、オッケーオッケー。あ、マジで出てきちゃった。あ、嘘。押し込んだ、押し込んだ。嘘。俺、ダンボールで待ってただけだろ。ダンボールの音だけはしてた、確かに。で、あ、やべ、列車の上行っちゃったなーとか思ってたら。列車の上行ってたのかい。え、多分ちょっと位置ミスって、ダンボールがそこに落ちて、なるほどね、当たって、で、砕けたものが下に落ちてくる。かなり。今更なんですが、MSF 君は今日、花粉症っぽい。ぽい。ぽい。アレルギー。アレルギーなの？わからん。花粉なの？まあ、鼻が辛い。それだけです。